ケーシャルジャンガ、ラヤマジュケーシャルジャンガラヤマジュは、ネパールの政治家。ネパール共産党総書記の地位にありながら、国王のクーデター支持や、国王の側近になるなど応答派であり、非常に卑怯な言動の多かった人物。その言動が、ネパール共産党の分裂を招いた。1957年、第二回党大会で、ネパール共産党、第三大総書記に就任。 1960年、ラヤマジは、マヘンドラ国王のクーデターを支持、インド共産党から批判され、また、党内から反発を受ける。1961年の政党が禁止され、ネパール共産党が弾圧されるに至っても、国王の政治に一定の信頼を表明した。そのため路線対立が生じ、インドで中央委員会が1ヶ月も続けられた。さらに、 1964年4月、トゥラシーラール・アマーティアは、インドで勝手に、党大会を開催して、ラヤマジを除名し、自ら総書記に就任する。ラヤマジは逆に、アマーティアを除名した。これが、ネパール共産党ラヤマジ派と、ネパール共産党アマーティア派への分裂である。これ以後、ネパールの共産主義政党は、激しい離合集散を繰り返し、現在に至っている。 ネパール共産党ら山地派は1985年に解散。その後、新党、ジャナタダルを結成し、民主化運動、ジャナアンドランが成功してからは、ビレンドラ国王から文部大臣と憲法草案を監督する内閣委員に任ぜられている。2001年のネパール王族殺害事件の際は、通密委員議長に選ばれ、 ディペンドラ王大使の即位を発表するも彼が死亡したためギャネンドラの退官式を支援した。ギャネンドラの申請を支える王室の側近となったことから2002年にはネパール共産党統一、毛沢東主義派によって爆弾で暗殺されかける事件が起きている。ありがとうございます。